息子の俺に休日なんか封印したんだってばよ。おかげで俺ってばすっげえ大変だったんだぞ。大人たちはみんな俺のことを冷たい目で見やがるし、友達もなかなかできねえし、だから俺頑張って頑張ってみんなに認めてもらいたくってすっげえ修行して強くなって、そしたらイルカ先生やカカシ先生、エロ仙人と出会えて強くなることができて嬉しかった。でもそのせいで暁なんて奴らに狙われることになっちまって、だからもっと修行しなくちゃなんなくなっちまって、せっかく強くなれることができたのに仲間が暁にやられて。でもあれ俺、何、ああ嬉しいんだか腹が立つんだかもうわかんねえってばよ。ナルト、何歳になる？16歳。そうか。